はい、ご覧いただきありがとうございます。当店はバルナックライカを専門に修理と販売を行っておりますカメラ工房松下と申します。で、今回は販売用の商品のご案内になります。で、こちらはA レート純正のレンズで、柔らかい描写が特徴のある2R5cmF2 になります。で、こちらリアのレンズキャップ付属しております。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。で、ぐるっと回って、まあ、振動式レンズのね、宿命的なもんですね。こちらをまあこうやって回転させて沈めていくので、やっぱりこのすれがね、この場合は仕方はないです。で、すれすぎて多少の下地までね、ちょっと見えちゃってます。この辺もね、こんな見にくいものでもないですね、そこまで。で、フロント部分はガリ傷とか歪みとかまではないですね。まあ、多少の汚れはありますけど、メッキの剥がれまではなさそうです。フロント部分で、この辺は。で、マウント部分も特に問題ないですね。はい。で、先ほど振動を見ましたが、動作的なものはまあ振動ぐらいしかないんですけど、振動もね、非常にスムーズです。まあ、この辺がね、めちゃめちゃ重かったり、硬かったり、まあ、逆にストーンと落ちたりするのが多々あるんですが、まあ、これはね、特に問題なく、程よいトルクがかかっております。で、こちらね、当店で整備をしておりまして、整備内容として、こちらの絞りのリングですね。こちらね、古いグリスを拭き取って新しいグリスを入れ替えてますので、非常にスムーズにね、回転してくれてます。で、こちらの絞りの羽、今回のところこちらは六角絞りになってます。で、こちらもね、当店で清掃しておりますので、油拭きなどありません。で、こちらピントリングですね。こちらのネジ部分のヘリコイドの古いグリスを拭き取っておりまして、新しいグリスを入れてますので、非常にスムーズにね、引っかかりなどなく回転してくれてます。で、こちらのパチンという無限のロックも分解して清掃してバネを調整してますので、しっかりとロックしてくれてます。はい。で、一番気になる光学系ですね。先ほど言った通り、やっぱり多少のね、受け傷あるんですよ。まあ、レンズが柔らかいんで、まあ、通常のズマールに比べればかなり少なめで、かなり綺麗な状態です。珍しいです。で、中玉もね、ほんの薄曇り、まあまあ、オールドレンズですので、もう曇りがないのに近いですが、ほんの薄曇りは多少あります。でも、それによってね、そんなに影響はないレベルです。で、カビとかはありません。で、こちらが F2 で撮った写真です。まあ、ズマールの、傷のあるね、ズマールで撮ると、こういう色がある、明るくて色があるものを撮るときは、色が滲んだりするんですが、これしっかり珍しく、色もノリもよくしっかり写ってくれてます。ね、ボケも背景もね、しっかりボケておりまして、あと次がこちらを F の9 ですね。 F の9 まで絞ったもので、 F の9 まで絞るとここまでね、しっかり写ってくる。まあ、そんなにカリカリっていう感じではないですけど、本当にしっかりね、普通通りに写ってくれてますので、開放付近で柔らかい描写を楽しんだり、 F の9 まで絞ってね、ここまでしっかり撮れますので、この1本でね、いろんな描写を楽しめると思います。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。ズマール 5cmF2 のご紹介でした。不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。では、よろしくお願いします。